若手選手を積極的に起用し、コンビネーションを重視した高い攻撃力で日本中のファンを魅了したのがザッケローニです。ザックジャパンは2014年のブラジルワールドカップで結果を残せなかった印象が強いかもしれませんが、彼が日本サッカー界に与えた影響は非常に大きく、その最たる功績の一つが2011年のアジアカップ優勝でしょう。そこで今回は2011アジアカップ特集をご紹介します。リー・タダナリの劇的ボレー、ポラリラロまでの過程を振り返っていきましょう。アジアカップは南アフリカワールドカップ直後にザッケローニが監督に就任してわずか半年後だったこともあり、ワールドカップのメンバーを軸に経験の浅い若手選手を組み込んだチームで出場。本田、岡崎、長友といったワールドカップ出場メンバーに加え、新たに加入した香川や吉田といった若手の活躍に期待が集まりました。2004年の劇的な優勝の後、2007年大会は準決勝でサウジアラビアに敗れて4位という結果だったので、2011年大会はアジアの強豪としての意地を見せ、再びチャンピオンに返り咲いてほしい気持ちが大きかったです。それではグループステージから順に見ていきましょう。初戦の相手は2004年大会で PK 戦までもつれ込む激闘となったヨルダン。予選突破のために気持ちよく勝ち点3を取りたい日本でしたが、ヨルダンとはタフな試合になる運命なのかもしれません。あっさり勝利とはいきませんでした。序盤から前田良一や香川が相手ゴールに迫りますが、なかなか得点は生まれません。13分には遠藤の絶妙なループパスから香川がダイレクトでボレーシュートを狙うも、ここは QBK。40分には右サイドからスピーディーな攻撃で相手ゴールに迫りますが、ここもゴールキーパーに阻まれます。そして45分、アブドゥルハタがガチャピン遠藤を完全に振り切って放ったシュートが吉田に当たって不運なディフレクション。これがゴールに吸い込まれ、ヨルダンが1点をリードします。ちなみにゴールを決めたアブドゥルハタの独特の走り方は自分の友人によく似ています。後半日本は何度もチャンスを作りますが、1点が決めきれずにアディショナルタイムに突入。ショートコーナーから遠藤がクロスを入れて一度は弾かれますが、そのこぼれ球を香川が粘って再度コーナーキックを獲得。そして再びショートコーナーから今度は長谷部のクロス。これに完璧に合わせたのが吉田麻也。一瞬クリロナかと思うほどの打点の高さです。この時の吉田は代表初ゴールで貴重な同点弾だったにもかかわらず少しムスッとした表情をしており、現在のお父さん感はありません。ここから日本代表キャプテンにまで成長したと思うと胸が熱くなります。最終的にスコアは1対1。結果だけ見れば悪くない出だしですが、ザッケローニは戦う気持ちになっていないとブチギレ。その様子は歴代の監督でも見たことがないレベルだったとガチャピン遠藤は語っています。そして迎えた2戦目のシリア戦。この試合は得点や失点のシーンよりも審判のあるジャッジが印象的でした。まずは35分。裏に抜け出した本田がクロスを入れ、香川がシュートを狙うも相手ゴールキーパーが気合の顔面ブロック。そのこぼれ球を今度は松井が狙うと長谷部に落としつつ相手選手をブロックする気の利いたプレー。これを長谷部が冷静に流し込んで先制します。日本代表では合計114試合に出場している長谷部ですが、守備的な役割が多いため総得点は2点とかなり少なく、そのうちの1点がこのゴールです。1対0で試合を折り返すと70分にあの事件が起こります。長谷部から川島のバックパスが少し乱れ、これにより川島が痛恨のクリアミス。このボールを相手選手が拾ってオフサイドポジションにいた選手にパスを出し、それをカットしようと飛び込んだ川島にレッドカード。さらに PK の判定になります。これには日本選手全員で抗議しますが、川島のクリアミスしたボールが相手選手ではなく今野に当たったとみなされ、判定は覆らず。このジャッジは日本代表戦における最大級の誤審として伝説的に語り継がれています。これには実況の松木さんも、なんなんすかこれ。とまさかの同じセリフを3連発。語彙力を失うほどのショックを受けています。そして交代で入った西川は惜しくも PK を止められず同点に追いつかれてしまいます。それでもザッケローニに気合を注入された日本はこれで終わりませんでした。80分に遠藤のロングボールを前線の岡崎が体を張ってキープしている際にペナルティーエリアで倒され、今度は日本が PK を獲得します。岡崎の勝利だけを考えた泥臭いプレーがかっこよすぎます。そして審判の笛と同時に喜ぶこともなく一目散にボールをセットする本田。この本田の行動に対して実況が解説の松木さんに、
これは自信があると見て松木さんよろしいですかと聞くと、少しの間沈黙した後、黙って見ましょうとまさかの解説放棄もありましたが、本田がしっかりと PK を沈めて逆転に成功。そのまま2対1で勝ち切りました。ちなみに試合終盤のアディショナルタイムが少し長めの6分と表示されると、ふざけたロスタイムですねこれと松木さん。これに対しネットでは、フザロスが生まれた瞬間、ふざけた解説者ですね、新生ドキュン松木安太郎などと大騒ぎ。本当にシリア戦はネタの宝庫ですね。本大会において唯一日本が圧倒的な勝利を収めたのがサウジアラビア戦です。サウジアラビアは前回大会準優勝、本大会開始時点で日本やイランと並んで最多の3度の優勝を誇るアジアの強豪ですが、今大会ではその実力を発揮できませんでした。日本は前半から前田と岡崎が躍動。アップには遠藤のうますぎるパスから岡崎がボールを浮かして相手ゴールキーパーをかわし、そのままゴール。この時過剰に浮かしすぎてる感じが岡崎っぽくて好きです。さらに13分には香川の左サイドからのクロスにまたも岡崎。幸先よく2点を先制します。さらに19分には長友のクロスから今度は前田。おしゃれなアウトサイドのジャンピングボレーが炸裂しました。3対0で試合は折り返しますが、日本の勢いは落ちません。51分には井ノ原のクロスに前田が頭で合わせて4点目。79分には岡崎が絶妙なターンから左足を振り抜いて5点目。日本は5対0で快勝を収め、岡崎は3度目のハットトリックを記録しました。そしてこの大量得点によって勝ち点で並んでいたヨルダンを得失点差で大きく引き離し、日本はグループステージ1位通過を果たします。余談ですが、82分に長友が鬼の走力とフィジカルを生かした完璧なディフェンスでボールを奪いますが、ファールの判定になってしまいます。これに対し解説の山本昌邦が、ははっと笑っているのがじわります。別に面白いシーンではないのですが、笑いが起こるのはやはり長友だからでしょう。なんか面白いんですよね。共感していただける方はコメントで教えてください。日本代表史上最高の逆転劇というと、一人少ない状況で奇跡の逆転を果たした2004年大会準決勝のバーレーン戦が印象的ですが、このカタール戦もバーレーン戦級の超劇的な試合でした。12分、セバスチャンに裏のスペースを使われ、吉田麻也の股を抜く絶妙なシュートで先制されます。しかし日本も27分、本田のおしゃれすぎるダイレクトフライパスに岡崎が抜け出し、飛び出してきたゴールキーパーをかわす得意のマウンテンループ。これを香川が押し込んで貴重な同点弾を奪います。そして1対1で試合を折り返すと、後半キックオフ直後に吉田がセバスチャンを倒してイエローカード。そして61分、吉田が低い位置で不用意なパスミス。これをアハマドに奪われ、慌てて吉田がボールを奪い返しに行きますが、なんとこのプレーで吉田が2枚目のイエローカード。タックル自体はボールに行ってますし、その後踏まれたのも吉田なので、このイエローは少し納得いきません。さらにこのファールで得たフリーキックを、ファビオ・モンテシンが直接決めて1対2でカタールがリード。ちなみにモンテシンのシュートを川島はなぜかゴールの中でジタバタしながらセーブしていますが、もう一歩前で止めてほしかったです。絶体絶命の状況ですが、70分には本田から岡崎へのパスで混戦となり、そのこぼれ球を拾った香川が左足で冷静なゴール。そして89分、本田が高い位置でボールを奪いますが、相手選手も決死のブロック。このこぼれ球を再度岡崎がシュートしますが、これも相手選手に阻まれます。次にボールを拾った遠藤が相手選手に削られながらも、なんとか中央の長谷部につなぐと、長谷部が右足一閃。抑えを効かせた高速グラウンダーパスで最前線の香川にドンピシャ。香川は相手のファール覚悟の特攻に潰されますが、最後は前線に上がってきていた井ノ原が決めて勝ち越しに成功。カタールの荒いディフェンスに削られながらも、必死の思いでボールをつないだゴールでした。余談ですが、遠藤がボールを持った際、オーバーラップしてきた長友は、別に相手選手に削られたわけでもないのに、なぜか転がってます。実況も、おっと一人選手が倒れている、と他人事なのもじわります。いちいち面白すぎますね。準決勝は伝統の日韓戦。5分にはいきなり長谷部が削られ、日韓戦らしいバチバチした展開に。17分には遠藤の基礎技術の結晶ともいえる、ダイレクトパスから長友がクロスを上げ、岡崎が得意の頭で合わせますが、チョン・ソンリョンがビッグセーブ。22分にはパク・チソンめがけたロングボールを、今野が体をぶつけて対応しますが、このプレーがまさかのファールとなり、韓国は PK 獲得。これには松木さんも、何ですか今の。これ、肩で当たってるだけでしょこれ。
と怒りをあらわにしています。これをキソンヨンが決めてサルマネのゴールパフォーマンス、これに対してプレーで返したのが日本。35分に本田がフィジカルを生かしてためを作ってオーバーラップする長友にパスを出すと、このクロスに前田が合わせて先制、1対1で試合を折り返します。後半も両チーム激しく打ち合う展開になりますが、お互い決定機を決めきれず、スコアは1対1のまま延長戦に突入。試合が動いたのは延長6分、本田のパスに裏に抜け出した岡崎が倒されてまさかの PK 獲得。正直倒されたのはエリア外ですし、 PK の判定は少しラッキーです。実況の松木さんも倒されたのが外であると認めた上で、まあいいんじゃないですか中でと都合のいいところは目をつぶるスタイル。キッカーはシリア戦と同じく本田圭介。本田はシリア戦同様中央に蹴り込み、一度は相手ゴールキーパーに止められますが、こぼれ球を細貝が詰めて勝ち越しに成功。あとは1点を守りきるだけとなった日本ですが、延長30分にガムクチャ本田拓也が相手を倒した際のフリーキックから混戦となったゴール前で、最後はファン・ジェウォン。最終スコアは2対2となり、 PK 戦に突入します。そして PK 戦では川島が覚醒。韓国の1人目をいきなり止めると、2人目も連続でストップ。日本は3人目の長友だけ宇宙開発して、解説の岡田武史に助走が短いと怒られてしまいますが、韓国の3人目も失敗。圧倒的に有利な状況の中、4人目の今野も落ち着いて決めて勝利。川島の姿は2004年大会ヨルダン戦の川口を彷彿とさせますね。独特な覇気があって本当にかっこよかったです。死闘ともいえる準々決勝のカタール戦、準決勝の韓国戦を制して決勝に駒を進めた日本代表。最後の相手は海外経験豊富なケーヒルやキューエルを擁するオーストラリア。4分には遠藤のパスを受けようとした本田が相手ディフェンダーに思いっきり引っ張られて倒れますが、これはノーファール。29分には左サイドに流れた本田が岡崎にパスを出し、岡崎のシュートは相手ディフェンダーの手に当たって阻まれますが、ここもノーハンド。日本は少し審判のジャッジに苦しめられます。一方のオーストラリアはロングボールを主体としたシンプルなサッカーを展開。ケーヒルとキューエルを中心に何本かシュートを打たれますが、守備陣の奮闘もあり無失点。0対0で試合を折り返します。65分には長谷部のドリブルから長友にパス、安定の縦突破から岡崎にピンポイントのクロスを上げますが、ここはわずかに枠外。オーストラリアは71分にロングボールから吉田と入れ替わって裏に抜け出したキューエルが川島と1対1になりますが、守護神川島がビッグセーブ。その後のガッツポーズがかっこよすぎます。そのままゴールは生まれず、0対0で延長戦に突入します。延長戦ではオーストラリアが猛攻を開始。延長12分にはディフェンダーのエラーからエマートンにシュートを打たれますが、わずかに枠を外れて間一髪セーフ。さらに13分にはエマートンのクロスからクルーズが頭で合わせますが、ここも川島が右手一本で抑えます。日本はなんとか猛攻をしのぎ、延長後半に突入。そして延長19分、長友が左サイドの突破を試みますが、オーストラリアも長友を2人がかりでディフェンスする対策。これにはたまらず一度遠藤にボールを下げますが、今野とのパス交換から再び長友を走らせる遠藤。先ほどとは違ってカバーの距離が遠いのを見た長友は強気の縦突破。そこからクロスを上げると、中央には延長で前田に代わって投入されたリー・タダナリがドフリー。高めのボールを左足でしっかり捉え、ゴールキーパーも反応できないほど完璧なダイレクトボレー。いつ見ても美しすぎます。松木さんはやったやったと純粋に喜びを表現していますが、セルジオエチコはほらリラロと謎の規制を発した後、さらに七海宏にものすごいプリンになりましたねと意味不明発言を連発。リーのボレーで完全にラリってしまっています。挙句の果てに七海まで、いや本当ドーナツ食うほどのプリンでしたけどと決まってしまっています。おそらくどうなるかと思うほど不利でしたけど的なことを言っていると思うのですが、プリンにしか聞こえません。さらに本田はゴール後、真っ先にプロレスラー棚橋の得意技であるスリングブレードをしながらリーに駆け寄っていきますが、リーの推進力についていけず、ユニフォームを掴んで抵抗していますが、普通に引きずられていてじゅわります。ハイフライフローも繰り出せていればリーも倒れてくれたかもしれません。そしてこの劇的な1点を最後まで集中力を切らさずに守りきった日本が1対0で勝利。本当に最高の瞬間ですね。余談ですが、リーは途中出場の直後にロングボールを収めようとしてハンドしてしまいます。これに対して実況がファーストタッチでボールを収まったので今日いいんじゃないでしょうかとフォローしますが、ちょっとハンドだったねと松木さんは完全に他人事。またも職務を放棄しています。
今度は実況の質問にちゃんと答えてあげてほしいです。死闘を制しアジアチャンピオンに返り咲いた日本代表、数々の名シーンやチームプレーで日本中に熱狂を与えてくれた選手たちには感謝しかありません。さらに就任直後にもかかわらずチームをまとめ上げ、見事優勝に導いたザッケローニ監督にも拍手。現在吉田麻也がキャプテンを務めるまで成長できたのも、若手を積極的に起用したザッケローニの存在が大きいでしょう。2004年大会と並んで日本代表の歴史に残る本当に素晴らしい大会だったと思います。この大会以降、日本は優勝から遠ざかっていますが、またアジア王者に輝いてほしいですね。それではまた。